皆さんこんにちは、恐縮ですの決め台詞で芸能リポーターとして活躍していた梨本勝さん。梨本さんは週刊文春以上にジャニーズ事務所と戦い批判し、それゆえどんどんテレビ局からパージされていたことをあまりご存じないかもしれません。今回は梨本勝さんのジャニーズと戦い続けた人生についてお話しいたします。梨本勝さんは東京都中野区で生まれました。5歳から埼玉県与野市現埼玉市中央区に育ちます。埼玉県立浦和西高等学校を経て法政大学社会学部社会学科卒業。出版社講談社の契約社員として女性誌ヤングレディの記者を務めた後、芸能リポーターに転身しました。大学時代では大学院入学を考えていましたが、大学の先輩と飲酒した際にそのことを話すと、お前は大学入学のお金だけじゃなくてこの上おじいちゃん、当時梨本は祖父と二人暮らしをしていたのすねをかじり、面倒をかけようというのかと彼に言われ、そんなことを言うのなら就職の一つでも紹介するのが先輩というものでしょうと切り返したところ、1週間後に彼がヤングレディ記者の仕事を持ってきたというのが就職の経緯です。このような縁で始めた仕事でしたが、梨本さんは後に芸能リポーターは天職だと話しています。その後テレビ朝日でリポーター業をスタート、一時日本テレビに移りましたが、再びテレビ朝日に戻り、同局のワイドショーには欠くことのできない存在となりました。2005年には TBS の芸能レポーターとして活動。1990年代以降は契約するテレビ局に関わらず、芸能評論家として民放テレビ、ラジオ各局に幅広く出演しました。代表的な芸能リポーターとのイメージから、稀に芸能リポーターの役で俳優として出演することもありました。先述の通り成り行きで記者となった梨本さんですが、最初はスクープをものにする方法が分からず、他の記者に抜かれてばかりだったそうです。この状態に佐藤蛾次郎さんより何にも梨本とのあだ名をつけられたほど、テレビ局の多くが梨本さんの番組での発言に期待していたものの、梨本さんはテレビ局として扱いたくない内容についても番組内で発言してしまうことがありました。テレビ局側は梨本さんに扱ってはいけない内容について相談することがありましたが、内容と相談によっては梨本さんから番組出演を断ることがあったといいます。また降板した静岡朝日テレビとびっきり静岡には当初は翌週2006年6月16日の放送も出演する予定でした。しかし放送前日の6月15日同局の担当者からジャニーズ事務所に関する話題を取り上げるなと求められたことに激怒して即時降板を決意、16日からの出演を自ら打ち切りました。梨本さんはこれについて、視聴者が最も興味あることを局の自主規制で止めようとすることに納得できないので降板を決意したと自身のブログで述べていました。これ以前にもヤジウマワイドスーパーモーニングに出演していた当時、スマップの稲垣吾郎が逮捕されるという事件が起きた際、ジャニーズ事務所との関係を考慮して事件の報道を控えたい番組上層部と特別扱いをすべきでないと主張した梨本さんが対立し、番組への出演を一時ボイコットしています。2007年新春に出演した朝日ニュースターテレビ噂の真相では、自主規制により芸能報道についても発表ものばかり取り扱い、数社の芸能事務所をタブー視する地上波各局を激しく批判しました。芸能人でない人物も取材対象としており、イギリスのダイアナ妃や元ソ連大統領ミハイル・ゴルバチョフらへも直撃しています。ジャニーズに限らず大手芸能プロダクションに迎合するテレビ局の姿勢を厳しく批判していた彼は、晩年リポーターとしての出番が激減していました。番組制作サイドがジャニーズ事務所からの要請を受けて梨本さんを切り捨てる形に意向を固めたのです。その頃妻と娘がいた梨本さんでしたので、彼女らの生活費を稼ぐためにも態度を改めるかと思われました。梨本さんはジャニーズ事務所に直接乗り込み和解を申し込んだといいます。提示したのはジャニーズ事務所の不祥事に関して今後首を突っ込まない代わりに
番組に自分を起用しないように圧力をかけるのはやめてほしいというもの。しかしジャニー喜多川氏はこれに加え示談金1000万円を要求してきました。これに梨本さんは激怒。直談判した際に梨本さんはボイスレコーダーを回しており、これをネットにアップし、ジャニーズ事務所の実態についてさらに声を大にすることとなります。週刊文春とも結託して、梨本さんはジャニーズ事務所の抱える性加害問題という悪事をどうにか広めようと画策します。しかしそんな中で事件が勃発しました。嫁の玲子さんと娘のマリナさんが買い物に出かけている道中、お二人が黒塗りの高級車に轢かれそうになったというのです。これを聞いた梨本さんはジャニーズの仕業だと確信しますが、自身の行いが二人の命の危険につながることを痛感しました。すぐに梨本さんは嫁の玲子さんと離婚、娘のマリナさんを連れて実家に身を潜めるように指示しました。その後梨本さんは自身の嫁への被害とともにジャニーズ事務所と暴力団のつながりを徹底的に調べ上げ、ブログを通して公表し続けました。もはや梨本さんの記事を扱ってくれるメディアは一社もなく、自身の SNS で発信する以外に方法がなかったのです。最初は金を稼ぐための手段として書いていた記事でしたが、次第に嫁と子供、そして自分の命を賭してでもジャニーズの悪事を世に広めたいという憎悪にも似た熱意が彼にペンを握らせていました。そうしてジャニーズ事務所と熾烈な対立を続けた梨本さんでしたが、2010年8月21日に突然亡くなりました。死因は長年患っていた肺がんだと報じられましたが、ジャニー喜多川氏は亡くなった2019年7月末、嫁の玲子さんより週刊誌にこのような垂れ込みがされました。主人は肺がんなどではありませんでした。今までこれを明かさなかったのは、主人が私たちをかくまってくれたのが無駄になると思ったからです。多くを語らなかった玲子さんでしたが、察するに梨本さんはジャニーズ事務所の差し金によって殺されたのではないかということ、そしてジャニーズによって報道が歪められ闘病の末の死ということにされたということの2つが読み取れます。梨本さんの遺体を検視にかければ、病による死であることは簡単にわかるはずですが、梨本さんの遺体は玲子さんに訃報が届くや否や荼毘に付されたそう。このあまりに不自然な遺体の処理に、玲子さんはジャニーズ事務所の仕業だと確信したといいます。玲子さんと梨本さんは、梨本さんが亡くなる2日前にも会っていたといいます。次に家に帰るのは1週間後になると玲子さんに告げ、寂しそうな表情を浮かべるマリナさんの頭をそっと撫でていた梨本さん、その3日後に肺になって戻ってきた梨本さんの骨壺を抱えて、玲子さんは金切り声を出して泣き叫びました。死んでもなおジャニーズ事務所が梨本さんに何か手を加えないように、玲子さんはその後マリナさんと共に海に向かい散骨したと2011年に語っています。一人の芸能レポーターがその命を投げ打っても暴けなかったジャニーズ事務所の悪事は、死後十数年経った今ようやく暴かれんとしています。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。